霧島、戦艦。霧島は日本海軍の軍艦。建造時は巡洋戦艦。最終時は戦艦で混合型戦艦の4番艦。艦名は宮崎県と鹿児島県の県境に広がる霧島山にちなんで命名された。艦内神社は霧島神宮からの分子。日本海軍の命名慣令については日本艦船の命名慣令を参照のこと。 なお、名称は、海上自衛隊の混合型護衛艦の二番艦切り、島に受け継がれている。川崎造船所で建造された三番艦春名と並び、民間造船所で建造された初の国産船艦である。一番艦混合は、イギリスのビッカース社で、二番艦比叡は、横須賀海軍交渉で、それぞれ建造された。1912年、 明治45年3月17日、巡洋戦艦として、前日に寄港した春名と1日遅れ、三菱申し会社三菱造船所、現、三菱重工長崎造船所で寄港。1913年、大正2年12月1日浸水。1915年、大正4年4月19日、佐世保陳フ所属として収益した。 今後型三番艦春名の浸水は霧島より遅く12月14日だが、春光は霧島と同日の4月19日であり、戦艦市では異例な姉妹艦である。1930年昭和5年に第一次近代化改装を行う。同年10月26日、神戸沖で実施された特別大演習艦艦式において霧島は昭和天皇が上艦する。 おめし艦に指定され、先導艦足柄、副ぶ館妙高、なち、羽黒とともに、艦艦式の主役を務めた。11月19日、陸軍特別大演習ご搭載のため天皇は、岡山県宇野港にて霧島に、上館、21日横須賀軍港に到着した。その後、1936年に、第二次近代化改装を受けている。 全幅の拡大は水平防御と水中防御における装甲の増設及び魚雷に対する防御の一環でバルジが装着されたためで第一次近代化階層によって機関出力は向上しているものの速力は逆に低下した。しかし第二次階層により装甲防御並びに機関の乾燥により階層前の倍近くの13万6千馬力へと強化され 約30ノットの高速を発揮する高速戦艦として生まれ変わった。1937年8月21日、霧島は、イ一、チ、イニー、イーイヨイイ戦艦長と、道の区、春名、軽順洋艦イ鈴ズと共に、田戸津港を出港し、長江川口沿岸で23日まで作戦行動を行う。1941年、 昭和16年太平洋戦争開戦時、比叡と共に、第3戦隊、第2小隊を編成。その高続力から、ナグモ機動部隊、後に、第3艦隊の随伴を栄艦として、真珠湾攻撃、西浪沖海戦、ミッドウェイ海戦、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦の各海戦に参加し、活躍した。7月14日、艦隊の再編に伴い比叡。 霧島は、第3戦隊から第11戦隊に編入される。1942年11月上旬、山本56連合艦隊司令長官は、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場に対する、艦砲射撃とガトウ上陸作戦を起とした。第11戦隊、比叡、霧島を中核とする停身艦隊、司令官、安倍高期中将が編成されて、ガトウ方面に進出。 霧島島は迎撃する、米艦隊と交戦した。11月12から13日、低進艦隊とダニエル・ J. キャラハン少将、ノーマン・スコット少将指揮下の米艦隊との間で、夜間戦闘が発生した。戦闘直前、低進艦隊は、ながら、飛栄、機関、霧島の重陣を中心に、機関右玄側に、第六駆逐隊、赤月、雷、電が航行。 機関下舷側に、第16駆逐隊、天津風、摂風、第61駆逐隊、正月が航行して、団子となっており、機関右前方に、第2駆逐隊、第2小隊、夕立、春雨が先行し、機関右後方に第4水雷戦隊朝雲、も、第2駆逐隊、第1小隊、紫、サミダレが航行していた。夕立の米艦隊発見報告から間もなく、 戦闘が始まり、比叡、赤月が単焦灯を照射した。混戦の中、比叡、霧島は、他艦と共同して、従順洋艦サンフランシスコ、アセスサン、フランシスコ、CA-38 と軽巡洋艦アトランタ、アセスアトランタ、CL-51 を撃破した。だが、比叡も集中攻撃を受けサボ島周辺にて大破、相打不能状態となってしまう。 野戦の混乱下で、霧島は何本かの魚雷を回避、米艦に対し砲撃しつつ、比叡と分離して北方に退避した。その後、危機に陥った比叡を栄光すべく、霧島は南下を開始した。当初朝雲が霧島に同行し、続いて霧島に合流した天津風は損傷のため、ながらと共に分離して北上した。ところが、霧島も米潜水艦の雷撃で、 魚雷一本が命中した、不発。全身部隊発令により救援を中止して北上した。15時25分、春雨も合同。栄光の見込みがなくなり、応急修理にも失敗し、アメリカ軍機の空襲を受け損傷の進んだ比叡は、放棄され、13日遊国に沈没した。混合型戦艦初めての喪失艦であり、また、太平洋戦争における、 日本軍初の喪失戦艦となった。第11戦隊によるヘンダーソン飛行場砲撃が失敗したことで、山本56連合艦隊司令長官は、外南洋部隊にガトー飛行場制圧射撃を加齢し、同部隊は、第7戦隊、司令官、西村昌司少将、鈴谷、マヤを機関とする支援部隊、第7戦隊、天竜、夕張、県雲、風雲に、 飛行場砲撃任務を与えた。支援隊を呼びした第8艦隊、鳥海、木の笠、伊鈴、朝潮は13日午前中にショートランド白地を撃すると、ガダルカナル島へ向かい、13日深夜に鈴やマヤによる飛行場砲撃を成功させる。しかし飛行場の損害は限定的であり、14日午前6時行動飛行場を、 発進したアメリカ軍機の空襲により、木の傘が環境全部に直撃弾を受け、資金弾と魚雷命中などによって、機関と火事が故障し、0 9 2に、午前9時22分に沈没、鳥海、マヤ、イスズも損傷という被害を受けた。また14日夜の揚陸命令を受けていた、増援部隊、司令官、田中雷蔵少将、第二水雷戦隊、田中少将兼務、 早島、じも、おやしお、かげろう、かいふう、りょうり、もちづき、および輸送船11隻もアメリカ軍機の、波状攻撃を受けて輸送船6隻、沈没、1隻飛大い交代する被害を受けた。低速の輸送船が、ガダルカナル島へ到着し武士を揚陸するには、アメリカ軍飛行場の機能を破ることが必要であり、連合艦隊はすでに14日8時30分の、 自転で以下の兵力武署を発令していた。射撃隊、前進部隊指揮官直卒司令官、近藤信武中将、第二艦隊司令長官機関、あたのな第四水雷戦隊司令官、総統隊、第三水雷戦隊司令官。一方、アメリカ軍は、南太平洋部隊指揮官、ウィリアム・ハルゼー中将のもと、第16任務部隊、 司令官トーマス C ケード少々指揮下の空母エンタープライズ戦艦ワシントンアセスワシントン BB-56 サウスダコタアセスサウスダコタ BB-57 を戦場に投入していたガダルカナル島への増援を諦めない日本軍に対しハルゼー中将は艦隊を分離しウィリスエイリー少将が率いる第64任務部隊に 水上戦闘による日本艦隊撃退と飛行場防衛を命じた。第64任務部隊の主戦力は大和型戦艦と同時期に建造された新鋭ノースカロライナ級戦艦のワシントン、サウスダコタ級戦艦のサウスダコタ及び2隻が搭載する計1 8門の40センチメートル砲であった。艦隊決戦に向けて米艦隊の将兵の士気は非常に高かった。 一方、アメリカ軍が戦艦二隻をガトへ投入しつつあることは、日本軍も察知しており、宇垣きまとい連合艦隊参謀長は主記戦争録の中で、サボ島の十五回陸地区艦四、大巡または戦艦に進路七十度の電あり、彼も我が攻撃隊の南下を認め戦艦を侵入せしめたるか、戦艦対戦艦の野戦けだし本屋をもって、講師とすと表した。 ただし近藤前進部隊指揮官は14日15時35分に、1、今夜的巡洋艦駆逐艦各数隻、サボ島付近に出現の3をうなり、2、右の場合は一時陸上砲撃を中止し、敵を撃滅したる後最高の予定と、加齢、作敵機の報告もそれを裏付けるものであり、敵主力艦隊はガダルカナルト海域に出現しないと評価していた。 11月14日、深夜、ガダルカナルトウサボー島海域、通称アイアンボトムサウンド、鉄底海峡にて、機関アタゴイカ日本海軍前進部隊は、アメリカ軍第64任務部隊と交戦した。海戦序盤の水雷戦で、前進部隊は、駆逐艦綾波を喪失し、第64任務部隊は4隻の駆逐艦全隻が、戦闘不能となった。この頃、サウスダコタは、 機関部で起きた漏電により、大規模な停電が発生、3分後に復旧する。この時、機関のワシントンは、米駆逐艦の残骸を回避するため左に点打し、サウスダコタは右に点打、進路を西に戻した時には、ワシントンの右後方 1.7km を航行することになった。分離した二隻の米戦艦に対し、まず第三水雷戦隊川内、浦波、敷波が、 サウスダコタを砲撃し、再び停電を発生させた。だが、魚雷攻撃による決定的打撃を与えられぬまま、近藤中将の命令により三水線は、綾波救援用の裏波を残してサボ島、東南東方面の海域相当に向かった。続いて、アタゴ、タカオ、霧島が、サウスダコタ、ワシントンと交戦した。当初正月、朝雲は、 霧島の後方を航行していたが、反転により、日本艦隊射撃部隊は朝雲、寺テラシズキ、アタゴ、機関、高尾、霧島という単純人となっていた。近藤中将は、米艦隊が配送したと錯覚しており、霧島の主砲塔には、ヘンダーソン飛行場攻撃用の三式弾が準備、されていた。対艦戦闘用の鉄鋼弾に変更する、時間的猶予がなく、 そのまま三式眼で砲撃を開始。10時1分、あたご、霧島は単焦島を照射して6000メートル先に新型戦艦サウスダコタを発見する。サウスダコタはすでに全身部隊水雷戦隊との交戦で損傷を受けており、レーダーで4.8キロメートル先に近藤艦隊を発見した時には照射攻撃を受けていた。D テイから大丈夫か との質問に、サウスダコタのギャッチ艦長は、すべてうまくいっているようだと返信したものの、多数の命中弾を受けたサウスダコタは、レーダー機能と通信設備及び三砲塔使用不能という被害を受けて戦場から離脱した。なお多数発射された、酸素魚雷、一例として、アタゴ19本、アサグモ4本、多水雷戦隊各艦多数発射は、日本艦隊側は命中と誤認したものの、 これらは、米駆逐艦の残骸に命中したり、あるいは波に叩かれて自爆するなどして一本も命中していなかった。アタゴイカ日本艦隊の攻撃が単小島に、照射された手前のサウスダコタに集中していたため、サウスダコタから離れて、ガトー側を航行していたワシントンは、日本艦隊からの攻撃を受けていなかった。そのワシントンでもレーダーで捉えていた大型の目標が、 サウスダコタなのか、日本戦艦、霧島なのか判別できなかったが、単焦島により目標を識別、16インチ砲九門による砲撃を開始する。さらに、米戦艦の発射した照明弾により、日本艦隊は完全に姿を露呈。霧島は、わずか7分間に16インチ砲球発の命中弾を受けたとされる。霧島戦闘商法によれば、 六発以上の被弾により、全部電信室、全滅、三番四番砲塔作動不能、打機故障と被害が累化してゆく。22時8分の時点で、霧島は、米戦艦を追撃するあたご、高尾の艦隊運動に続行できず落語していた。その後火災は沈下し、機械室や釜室も無事であったが、舵取り機室が満水となり、重舵じ重度で固定、無限に傾斜して、 直進不能となる。あたご、高尾は戦場を瞑想する霧島を残して、ワシントンとの戦闘を続け、その後実米双方とも戦場を被害した。朝熊、寺きが霧島の護衛として残地されていた。戦場に残された霧島では、蒸気パイプが破損して噴出した高圧蒸気によって、機関会員のほとんどが戦死、再び火災が発生して、 弾薬固有爆の危機に陥り、注水作業を行う。右舷に傾斜したため水平に戻すべく、左舷に注水したところ、逆に一気に左に傾いてしまったという証言もある。潜水譜による海中からの作業も失敗。軽巡洋艦長量による栄光も不可能と判断される。23時50分、右に傾斜しつつあった霧島は朝雲に救援を依頼した。さらに、 艦内大破相打不能、微速くらい出る見込みと伝達。これを受けて、朝雲は、霧島の状況と、管備魚雷命中による浸水、ワシントンの40センチメートル砲弾と思われるを、報告した。霧島の状況は悪化する一方であり、0時42分、艦長は、総員退去を決定した。軍艦機構下の後、霧島乗組員は雪原した、駆逐艦、 朝雲二乗を開始した。午前1時、サミダレが到着した。処分命令が出たため、サミダレが砲撃しようとしたところ、霧島は急激に左傾斜を増した。11月15日午前1時20分マイナス25分、サボ島西方265度11回りの地点で、霧島は左限後部から転覆して沈没した。朝雲、寺沈き。 サミダレはしばらく沈没海域に止まって救助を行った。2時30分、救助を終え北方へ被災を開始。生存者巡視艦以上69名、下詞艦兵戦31名を救助した。この海戦により、田中増援部隊指揮官は、アメリカ艦隊が撤退した空撃をついて輸送船4隻をガダルカナル島のタサファロンガの砂浜に座礁させ、 かろうじて兵員の上陸を成功させた。しかし、軍需物資を揚陸する前に米軍機の空襲が始まり、爆撃により、大部分は喪失した。宇がき連合艦大三傍聴は、夜嵐に、高区の俺や、枝田つ、比叡、霧島、木の傘、夕立、暁、綾波の防湿を痛む、嵐屋と流れる星の影合わし、戦艦二隻を一斉長年と著作に記した。 前日の比叡の喪失に続き、霧島の沈没は日本海軍にとっても衝撃は大きく、以降の海戦での戦艦投入に慎重になったことで、太平洋戦争後期には戦艦を有効戦力として活かす機会についに恵まれなかった。なお、大本営発表では、戦艦一隻、比叡艦名は公表せず、沈没、戦艦一隻台であり、霧島の喪失は伏せられてしまった。 同年12月20日除籍。また同日をもって、第11戦隊も除籍された。1992年、平成4年夏、海洋考古学者の調査チームは、アイアンボトムサウンド、鉄底海峡に沈む霧島を発見した。沈没地点の水深は900メートル。記録された地点から1.5キロメートルほど西方に、完全に転覆した状態で着底している。 艦首部、全部上部構造物付近までと、艦備先端は喪失して、右舷外側のスクリューには、怒りが巻きついている。調査チームは、霧島の環境や上部構造物が、重りとなって転覆したまま沈んだか、沈下中に、弾薬庫が爆発した結果姿勢が回復しなかったと、推定した。あ、リブ空白は不明。水平防御に関室6 4ト、mm、ル。 機械室83から 89mm、弾薬庫102から 114mm、ル、舵取り室 76mm など追加。デ DIV。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。